地方紙を買う女は、松本清張の短編小説。小説新調1957年4月号に掲載され、1957年8月に短編集、白い闇収録の一編として、角川書店より刊行された。危険な女のタイトルで1959年に、日活で映画化、また旧度テレビドラマ化されている。武蔵野に今日構える作家、杉本隆二は、 小説、野党電気を、更新新聞という山梨県の地方紙に連載していた。ある時、東京の牛尾田し子という女性から、野党電気が面白そうだから聞かみを読んでみたい胸の、購読申し込みが、更新新聞に届く。杉本隆二は感謝の令状をよしコに送った。ところが、申し込みから1ヶ月も経たないうちに、小説がつまらなくなったので、もう購読しないという。 はがきが届く。連載中の小説が面白くなるはずだが、公読を中止することに不審に思う杉本は同志に載っている山梨県内で発生した二人の男女の福読真珠事件の記事に目を止め、よしこの新聞公読の目的は小説ではなくこの事件だと疑い始める。映画タイトル、危険な女。1959年12月16日公開。制作。 配給は日活。1957年12月27日、NHK のテレビ劇場枠にて放映。松本清張原作初のテレビドラマ化作品。1960年10月24日と10月31日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本清張シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。 1962年5月31日と6月1日 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1966年1月11日関西テレビ制作富士テレビ系列の松本成長シリーズは国て放映。1973年2月12日富士テレビ系列の 恐怖劇場アンバランス第6話として放映。制作は1969年から1970年になされている。DVD 化されている。松本清張の地方紙を買う女。1981年11月14日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国て放映。サブタイトル、小選挙を取り真珠。視聴率22.8%。 松本清張の地方史を買う女。1987年10月23日、富士テレビ系列のザ・ドラマチック・ナイトは国手放映。視聴率20.7%。第27回日本テレビ技術賞受賞作品。松本清張スペシャル、地方史を買う女。2007年1月30日、日本テレビ系列の火曜ドラマゴールドは国手放映。 地方紙は仙台地区の設定となっている。松本清張ドラマスペシャル、地方紙を買う女作家、杉本隆二の推理。2016年3月12日、テレビ朝日系列にて、松本清張2夜連続ドラマスペシャルの第一夜として放送された。小説家を主人公とした視点で描かれる。視聴率は11.0%。石川県を舞台としており、 輪島市のことが浜海岸などで撮影された、危険な女に関するカテゴリー、ありがとうございます。